京成3600系電車、京成3600系電車、京成3600型電車は1982年、昭和57年から導入された京成電鉄の通勤系電車。本校では2013年3月末まで柴山鉄道にリースされていた柴山鉄道3600系電車についても記述する。 本形式の第一編成となる3608以下の編成は東急車両製造。現在事業は総合車両製作所横浜事業所に継承で落成し、1982年昭和57年6月7日、翌8日に東急車両から3050型を牽引車として軽船から東京都交通局都営地下鉄浅草線を経由して高砂検県尺に搬入された。 その後、上部院訓練等を経た同年7月17日土曜日から営業運転を開始した当時の1132列車、京成高佐護発京成上の行普通列車より、当初は京成線内の運用のみで都営地下鉄浅草線への乗り入れは行わなかった。その後、都営地下鉄浅草線への乗り入れは4年半後となる1987年。 昭和62年1月26日より開始された。なお、本形式は、京成通勤車としても、都営浅草線を営業運転で走行する車両としても、初めての堺自直派制御方式や、D 型ワンハンドル式のマスターコントローラーの車両となった。ただし3608世は、落成からしばらくは、浅草線入線は見送られ、自社線限定での運用だった。 車両番号の不満は、成田空港法から第一編成額派3601、もは3602もは3603もは3606、もは3607区派3608、第二編成額派3611もは3612、もは3613もは3616、もは3617区派3618であり、 中間4両は2両ずつユニットを構成する電動車である。末尾4と5は将来の8両固定編成時を考慮して、末尾9と0は各編成の末尾番号をお揃えるために結番とされた。形成に限らず、都営地下鉄浅草線に乗り入れる各鉄道事業者では、形成上の方線当社の車両番号で編成名を故障することが多く、第1編成は、 3608編成、第2編成は3618編成のように故障される。製造メーカーは3618.3638、3648.3688編成が日本車両製造、それ以外はすべて東急車両製造である。後者は東急8000系、8500系と同様に台車付近に凹凸のステンレス板。 釣り合い量が露出しているほか、屋根、コルゲートの段差が目立っている。外観や内装デザインは基本的に3500型に準じていた。車体は実用化されつつあった軽量オールステンレス構造を形成で初めて採用した。3500系同様、前面並びに側面窓上下にファイヤーオレンジの帯を配していたが、 1991年11月に3668編成。1992年9月から1993年3月にかけて3608から3638編成で側面窓上部の帯をファイヤーオレンジからブルーに変更。さらに、1993年9月に3648編成で全面、側面創下帯を ファイヤーオーレンジから赤と青に変更し、1995年6月までに全編成の変更が完了した。なお、当初は側面扉部分の帯が省略されていたが、塗装変更時に帯を重複している。側面と袋部には、筆記自体の形成ロゴを表記したプレートを取り付けている。2001年3月には、形成グループの CI 導入に伴い、全車両の側面に、 セイグループロゴを重複した。全面レイアウトは、1983年、昭和58年春以降の3150型や3200系、3300系の更新でも引き継がれた。室内のカラースキームなどは、基本的に3500型に準じているが、天井部のホワイトデコラが2棚状まで貼られたことや、戦闘車乗務員室前の扇風機を廃止した。 ことなどの相違点もある。この形式より、車両間の貫通路は全て狭幅となり、各車両の上の方に、貫通扉を設置した。主制御機は、AE 型で実績のある東洋電気製造正解、自直波制御装置を、形成の通勤者として、初めて採用した。AE 型は、特急専用車のため時期並列制御が省略され、 低速度制御機能を備えていたが、3 6 0 0系のアクフ H8140 から 783A は直列15段、並列8段、弱め回事無段階で通勤者に適した仕様とされた。主電動機は AE 型と同様に 140kW と出力の高い保証巻線付副管、電動機が採用され、各編成の車両番号の末尾にと3は、 東洋製 TDK-8500BE、末尾6と7は、三菱電機製メガバイト -3276AC で、両社は同一設計であり、形成での社内正式名称は、KMM8500、出力 140kW、端子電圧 375V、定格電流 415A、分巻械示電流 23A、最弱目開示率15%、 定格回転数 1450rpm である。駆動装置は WN カルダンとされた。雑誌等で3600型は末尾に塗産が TD カルダンと記載されていることが多いが3500系、3600系回、自直波車と AE 型はすべて WN カルダンを採用している。補助電源装置は電動発電機に代わって静止系インバータが 初めて採用され、空気圧縮機と共に、各編成の末尾3と7に配置された。台車はモハが FS-513, クハが FS-013 である。終電装置は、下枠交差式パンタグラフで、各編成の末尾ニとト6に2台設置された。冷房装置は、末尾ニとト6の車両に CU-15C を3台。 それ以外の車両に CU-15B を4台搭載している。以下に落成時期ごとの相違点を記す。落成順序は1982年、昭和57年6月に3608編成を、等急車両にて製造。それから約2年間は6両編成1本のみ、在籍し、1984年、昭和59年4月に、 第2編成目の3618編成を日本車両にて製造。1986年昭和61年6月に3628編成を東急車両より製造。以上3本は大体でなく輸送力強化の増備車として落成し、導入ペースも2年で6両編成1編成と遅かった。よって、 デビューから4年経った1986年度時点で20両を切る少数派形式でもあった。1987年、昭和62年旅は、青電形式として残った210系、2100系、210系、2000系の総称4両編成5本の代替並びに4両編成6両編成下に、伴い3600系6両編成4本、導入した。 まず1987年6月に3638編成を日本車両にて製造。その後、1988年昭和63年1月に3648編成、同年2月に3658編成を共に日本車両にて製造。同年3月に3668編成を東急車両にて製造し、3600型としては、 デビューから5年以上経ち始めて複数編成新造した。輸送力強化により1989年、平成元年6月に3678編成を東急車両にて、同年7月に3688編成を日本車両にて新造したのを最後に3600系の新造を打ち切った。よって、形成の境地突破制御車は、初代、 AE 型42両と3 6 0 0系5 4両の96両と1989年、当時の在籍者数の2割程度しか新造されなかった。3600型は、製造年が7年と短く、基本同一設計で新造したが、年代別の際は以下の通り、優等列車の8両編成化促進を目的に、1997年、 平成9年から本形式の8両編成化が行われた。6両編成3本をばらして、他の6両編成に電動車ユニットを組み込むことで8両編成を蘇生。余剰となった制御車のうちの4両を VVVF インバータ制御方式で伝送化して、新たに6両編成を蘇生した。これにより、堺地直波制御の8両編成6本と、 VVVF インバータ制御の6両編成1本という構成なった。この際に8両編成車は上の方から3両目に弱冷房車を設定して車両にシールが貼られた。3618編成は2002年10月に帯び色変更、芝山鉄道のイメージカラーである赤と緑のカラー帯に変更と形成ロゴプレートの上から 芝山鉄道の社名貼り付けなどを行った上で、芝山鉄道にリースされた。カラー帯は赤色は太陽を、緑色は芝山の緑の大地、緑色は芝山町の色でもあるをイメージしたものである。運用は形成の車両と共通運用となっていた。8両編成のため、自社を走るのは朝夕に限定された。 2013年4月より、リース車両が3500系3540、編成に変更されることになり、2013年3月末をもって、柴山鉄道へのリースは終了した。その後は、京成電鉄に返却され、柴山鉄道の車掌や、車名などが外されたが、帯色はそのままで運用についていた。しかし、後の2013年12月に、 相互工場を出場した際、従来の赤と青の帯色に戻された。なお口述の通り、本編成は2017年2月に廃車となった。八両編成は、都営浅草線、押上西馬込間は入線可能だが、先頭車が電動車ではないことから、京急線には入線できない。北総線には対応しているが、成田空港線、成田スカイアクセスには対応しておら。 六両編成が最長である千葉線、千原線や四両編成に限定される金町線にもそれぞれ入線できないなど運用が限定されている六両編成時代は千葉線、千原線に入線していた。そのため本線形成上野成田空港間の快速特急、特急運用や西馬込形成桜間の快速運用に充当されることが多い。 2010年7月17日ダイヤ改正以前は、日中の快速は、羽田空港発着であったため上発着の特急運用中心であったが、同改正で日中の快速が、西馬ゴミ発着に変更されてからは、快速での運用も増えた。6両編成は、新3000型と共に普通運用が主体であった。京急線乗り入れ運用は存在しないが、 先頭車が電動車であることから、京急線乗り入れが可能である。このため、東急車両製造総合車両製作所、横浜事業所からの新車搬入の際には、付随車を抜いた全電動車編成の牽引車としても、使用され、金沢八景まで入線するほか、改造直後の1999年には付随車が、組み込まれるまで半年ほど、金町線にも入線したことがある。 2017年2月に3618編成と3668編成の付随者3608.3601が廃車された。これにより4両編成となった3668編成は3500系未更新者で最後まで残った3588編成の公認として金町線専属となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。